でもですね、黒田投手は、まあ、どこのスポーツ新聞もテレビも載ってないしょうもない情報なんですけど、はい、知りたい、はい、決断をしたのはちょっと飛行機の中でだいぶ決断をしたって言ってました。飛行機の乗ってる間にすごい悩んで寝ないで考えたみたいです。やっぱりこんなに大きな部屋もないですよ。みんなもへーって書き込みすごいですよ。いや確かに、まあ、すごいですね、はい、でもやっぱりあのいろんなところからね、あのサンデーオーパドレスとかからもすごい来たんですよ、はい、で、はい、決定そうです、ね、広島に帰ってくる。まあでもそれは俺じゃないだろっていう。なるほど。その、はい、でもこの20億って40歳でもらうと初なんですよね、そのメジャーでも。なるほど、はい、だから、まあ、日本人選手で、はいはい、特にだから、まあ、そこの記録をいくか、はいはい、広島に帰るかっていうところ、はい、あとドジャースでも、うん、まあ、地元だからもともとの最初の入ったところで迷ったみたいですけど、はい、パドレスに行くのは俺の生き方じゃないっていうことで、やっぱ広島のファンが待ってるって本当にかっこいいだろ、まあ、綺麗事に聞こえますよね。綺麗事に聞こえますけどそのなんですか、本当にそういうふうに思ってたから、あ、なるほど、はい、だから俺は広島に帰らないとっていう。すごいな、かっこいい、はい、